江頭2時50分 in 7時ラッキートリガーです。はい、勝つ気ないです。伝説を起こしてやるよ。劇的に面白いです。ラスト、あーダメだったか。ソト氏が22,000円、270ゲームで、まあ、降格中のトリウトメから2回目、851万4セット、まあ、初当たりにしては上等です。私なんか自分での変なんですけど、棒振り挑戦してみませんか。行こっか、2台な、せっかくやしな。めちゃめちゃ引くけど、そんだけ引いたらさすがに行くんちゃいます。さすがにですよね。よしあなた高確率すぎる。これをシンプル抜けてからすぐのヒドラメで、よっしゃ行った。田中さん行きました。これはよかった。よし、あーチャンス。笑顔笑顔、いいわいいわよちょっとマジで絶対決めてください。本当にヘラヘラしないで。ラストあ当たってる可能性あるのよね。もう当たってる可能性あるのよね。わかるわかるわかる。あ楽しい、これは当たった、やったぜ、やっとや。はい 100%。 わあよかった。さあ総投資29,000円ですが、これ150のところが出てきてるんで、これは設定、高設定したいになりますんでね。これ絶対ビッグな7のはずですよ。あ、7じゃなかった、ごめんなさい、ただの私の記憶ミス。パチスレやめようかなただこっからね、こっからね、連チャンすることがあるってことね。で、これ設定した行ってますね、逆押しで。それで防御力貯めていって、貯まれば貯まるほどあの恩恵があるんですよ。連絡しにくいみたいな。あ、そういうのもあんねや。ありますあります。だから貯めれば貯めるほどチャンス。てか私やばいんだけど、またこれ、あーよかった、今だってリプレイじゃなかったもんね。おミスらんとこ。あーあーやい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 や、今あなたもう 50% 使うやつこの世の中いませんもん。バウンドスポット見たの、見たの、俺が見たの、俺が見たの、俺が見たの。この裏ボタン大好き私。ウェイッス分かってるんですけど、ちょっとあなたの台うるさくないですか。え、何があなたがうるさいのとか、あなたの台がうるさいのか。音量下げたんですけど、僕の音全く聞こえないんですけど。なんかあなたもうダブルじゃん。そうなんです、そうなんです。あの2回目以降はダブルなんです。あ、そうなんですか。はい、ダブルのはずでした。あ、お勉強になります。メイプルちゃんしか勝たん、グスーシさん。なんかすごいいい画面っぽいけど、これは普通でしょうね。さあ、ここから耐久出てます、レベル1ね。ここから約11分の1、12分の1で当たるよ。さあ、出てきました。頑張ってください。これだけね。ここの 50% や、全ては。ラスト、1個も向いてるよ。流れ星出てる。うわぁ。うまい。絶対当てる。絶対当てる。これはまだ当たってないはず。うわ、うわ、惜しい。パチスロやめようかなやめたいのお前うるさいわね、黙って回しなさいあんた。よし、やめないで、やめない。これやっぱさっきのヒドラメから、よし、もう取れて。俺サリーちゃんしか勝たんです。よし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 、評価速度もらえた。ラストゲーム、ラストゲーム、ラストゲームです。ラストゲーム、ラストゲームどう、ラストゲームはどうなの、どうかどうかもういいですよ、もういいですよ、私が支えないと出玉で。あーダメか、おいしょい、光っていた、大丈夫、取ってる。うわっ何今の入り方。いや、まあレア役太陽であれやったらまあ入るっていうのは嘘みたいな入り方したでしょ。まあスロットの打ってたらまあある程度分かりますけどね、今のはね。手止めない、打つ
オッケー、3人目。いいよ、バウンド、バウンド。もうあなたも分かった、分かってる、分かってる、分かってなかった、分かってる、あなた分かってなかったよ、分かった、分かってないよ、違うってことでしょ。何が第2で分かるじゃない。こうでしょ、こうでしょ。いや、あなた第2で分かるじゃない、あなた。テトメントで入りまして、はい。あ、レギュラーだ。では3連目、はい、羨ましい。サリーちゃん、私この出玉とパチンコで今トントンぐらいです。あなた？はい、私、僕はあのイニシャル D とこれで4枚目です。4枚目、今から、今から今から4枚目、今から4枚目です。まだだから、まだ3です。よし、いい、田中さんが頑張ってる、絶対決める。ヒドラメ重ねてます。よし、うえい、いいね、めちゃめちゃ効いてるけど、いけるいける、取ってる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 。私もヒドラメ、うわー、ダメか。すごくいい画面じゃないこれ。すごくいい画面、1ゲーム遅いね。でも私とんでもないぐらい数回引いてるけど。さあ、145ゲーム立て続けに3回引いたヒドラメから、もう絶対掴んない。気持ちよすぎるねこれ。よし、総投資がまだ3-1、これ連チャンして一撃1500万以上出せばいいだけ。レギュラーかい。よし、いいよ田中さん、通過しましょう。ここ通過しましょう。うん、まあ頼むよ。いいね、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 全部、はい、やっぱ俺ら防御に振り切ってたらあかんねん。確かに、おう、攻撃特化型やねんから。そうです、これで500枚超えます。すごいド派手ね。あ、ビッグならの話よ。あ、よかった。田中さん、キラキラしてる画面、高設定資産今日出てます。今日出ました、はい、よかった、500枚超えました。さあ、もう絶対っすから、3人、取ってる可能性ある。全然、わあ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 、これいったね、これいってるね、青やけど、いってない、いってない、見てろこ。ありがとうございます。キラキラしてる画面じゃなかったら特になかったと思うんですけど、確かデフォルトです。あ、ありがとうございます。デフォルト調べるやつおるんやな、この世の中。いいじゃない、念のためよ、調べないでなんかそのまま流すよりいいわよ。確かに、うわ、これでベルじゃなかったらってことでしょう。アベルです。そりゃそうでしょう。だってそんなにひねくれてるの、前世で何かあったの、すごい仕打ちを受けてきたの、今までの人生大変やって。ああ、そうなんだ。こう見えて37リーグとかで叩かれるコメントをすごい気にしてんの。あえてあなたってヒール買ってるんじゃないんですか。うん、あれほんまものヒールやん。救えないわ、全然救えないわ。救ってよほんまものヒールも。ハロウィンとかって毎年何かするんですか。するよ、毎年渋谷行くよ。え、本当に、うん、え、なんか仮装とかするんですか。このままや。え、何の仮装してんの。このまま。化け物。どちらかというとあなたですけど。私仮装したことあるんですよ。なんかその頃イカゲームが流行ってたんですよ。おおおおお、それでそうイカゲームが流行ってたってことで、タコ、ちょっと待って、やめてそういうネタバレ。でも違うからいいけど、イカゲームってことで私はイカゲームにしようと思って、でもジャージが売り切れてたんですよ、みんなやりたかったみたいで、うん、だから私イカにしたんですね。
イカ、マジのイカ、マジイカ。そうで、それで新大阪にいたので、うん、私の中ではあの矛盾なお笑いみたいな感じで、たこ焼きが有名なのにイカかぶってるみたいな、そういうお笑いを目指していったんです、ね、あ、自分の中で。そうそうそう、分からんやろ誰も。 そしたらなんかあのスプラトゥーンのイカだと勘違いされてゲームに取り囲まれたんです私。あなた一人でコスプレして一人で歩いてたん。そうです。変質者やん。あー、落ちている。400枚。さあ、僕は大切な大切な300ゲーム。うわー、あ、取ります。いや、取っててくれよ。あ、いつもより長い。いけますね。あー、頑張れ。私まだ持ちメダルマイナスですけど、いっちゃおう。よし、よしよし。ビッグがいい。あ、いいです。264ゲーム。あー、ビーチ楽行ってくれんかな。やっておいた。ちょっと待って、お願い。まだある。さあ、300取ったよ。まだいける、いける。気持ちで負けてた。そうやな。そう、俺たち、私たちなんて、そう思っちゃってた。そう、違う、俺たち、私たち、やからっていうところ。そう、これからなんだから。バウンドした。よかった、頑張れ頑張れ。もう一個。おい、おい、ちょっと待って。これは大丈夫でしょ。よし。あー、よかったぜ。マジでよかった。よーし、押す。さあ、330ゲーム、300の設定差あるところで取りつつ、本日初ビッグです。おめでとうございます。大変喜ばしい。よし、田中さんにあんまり言いたくないですけども、はい、素子3万円と言いましたが、はい、3万9000円です。大丈夫。ギリギリの3万回。ギリギリかよ。すごいいい画面出てます。あ、高セットした今日。ありがとうございます。サリちゃんしか買った。半々ぐらいです。決めるよ。いきます。いける、田中さんなら。いけますよ。続け続け続け。20持ってこい。あー、次次。高設定したジャック、メイプルちゃんしか立たん。勝たん。取れすぐに俺も。よし、よし、これヒドロメ。よーし、うわ、これは高確率濃厚ちゃいますか。よし、あ、出た、オッケー。頑張れ頑張れ、まだいるまだいる。さあ、田中さん取りますよ。お願いします。うわ、取って、取る、絶対いける。うわうわ、これすごいおしゃれ。取り続けよう。取りましょう。引け、負けられない。熱いだろう、熱いだろう。よっしゃー、熱いだろう。オッケー、おいしょー。すごい、よだれてそうになっちゃった。これ多分ヒドロ。待って、フリージ発生期待度上昇中なんですけど。あなた、ちょっと待って。あら、あら、あら、嘘でしょ。嘘です。え、フリーズですか。フリーズはしてませんよね。違うの。え、それあなた、それまずは確認です。まず確認しましょう。確認どこに、あ、あ、始まっちゃった。調べるのが遅いかな。あ、でもピック開けて狙える。すごい音鳴ってるけど。ですよね。で、さあ、島田も当たってます。一緒のタイミングで当たりましたんで、やっぱ普通揃わんもんですよね。おお、揃ったらビッグ確定とかなんかな。お、一緒ですけども、ダブル。あ、2連目以降はダブルやったよ。期待度上昇中ゾーンフリーズ、はい、信頼度 80% で
あ、ただのボーナスの期待度が高い演出でした。ただのフリーズしたらただのボーナス期待の 80% の演出です。ただのなんて高揚感を煽る。素晴らしいね。素晴らしい。素晴らしいよ、もうそんなの。でもだって1個いいですか、純粋にとっても楽しめてる。楽しめてる、この太陽すごい。あー興奮した。あ、機関心取れた。え、機関心、あ、いいチャンスだね。シサめちゃ出るね。めちゃめちゃ出ますね。あ、俺も出た。サリーちゃんすごい大事よ今。絶対決めなくちゃ。期待度高い方ね。はい、15ゲームあるんや。はい、エイプルちゃんしか勝たん。さあ俺も取る。思い出せ、さっきのフリーズしたかもしれない、すごく新鮮な気持ちを。うわ、もう待って、あと4ゲーム、マジで本当にお願いします。よっ、よし、よっ。ホームリーの好きな方ですから別にかもしれないけど、私たちのとはマジ天国、超天国。よかった、筆記体なのね、ここは。喜びた方がおほーおほー言ってたよ。魔女ですよ。魔女でしょ。魔女なのよ。エピソードですか。そうです、そうのはず。よかった、エピソードはバーなんや。初心者でもすごい親切。よかった、取れた。防御特化と毒流線。あ、で高確率つくんや。ありがとうございます。さあ僕も高確率ループしてます。取るだけ。田中さん頑張ってますよ。島田さんも頑張って。島田さんも頑張って、本当に島田さん頑張って、はい、頑張ります。続いてる内部。よっしゃ。よし、まだ落ちてない。44ゲーム、もう後ないよ、もう後ない。分かってます、分かってます。あなた今日僕何か心配してると思ってるんですか。本当に高確率ですかって思ってるんです。僕分かってる。そうだ、分かってる。いける、いける、1人またいける。出し切れよ、出し切れよ。分かってるで、分かってます。黙ってください。まだ続いてる可能性だ。分かってます。おっしゃ、そうマジ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 なんて分からずや。これマジ本当に分からずや。あかん、ま、だっさ。漫画じゃん。何それ。黙ってください、はいはい、ここなんです。まだ当たってないんです。さあいいよ。3は上がるんじゃない。あら、でも 30%。 ごめんなさい。分かってます。あ、違う。あ、ちょっとお前バカにしてますか。アメリカバカにしてますね、僕のカード。せませんよ、あんた本当に皮顔の一茶、あんた髪型も一茶風だし。髪型一茶じゃん、あんた髪型。俺一茶一茶よ。よっしゃ、あ、最高。続いてるよ。やっぱあなたっていいわ。できた。よしよし、これレベル上げたらいいだけですから。そうそう、転落なかなかせんかったね。よしすごいしぶとかった、よく耐えました。あぶねー、素晴らしい。高確率がついてくる。絶対決めなきゃダメ、意味ない。まあ、次は、いいんじゃない。あー、ダメだ。うわー、あ、赤よ、赤よ。ヒドラ、どこ狙ってね。わかんない、うるさい。当たった、当たった、当たった、映画な。映画、映画な、映画な。立ち回りはこれから学んでいくべきなのよ。それはそれで映画な。勝てば映画な。そうよ、極論ね。極論よ。あー、よかった。これが僕たちの立ち回りなんですから。できる。いい、もうあげましょ、あげましょ、あげましょ、あげましょ。楽しむってことに対しては私たち一流よ。いや、そうだよ、当たり前よ。舐めないでよ、みんな。そう、さっきと同じことをしたらいいだけよ。さあ、またしてもこう設定しそう。サリーちゃんしか勝たん。わっと、お上手ね。お、またあなたお上手すぎない。え、どこ、え、何それ。大ミス。
ヒドラで行きました。強い強い強いよ、いいよいいよ。おーい、ちょっと引くの早かった気するけど、もう一回行けばいいだけ。そう、当たってる。もうすもうしまじゃん、あざあざらどうぞ。当たってんの、行こう。もしもじゃないの、メープルちゃん。ビッグがいい。レギュラー多いね。うわ、すごい超加速いってる。かわいい。クワッタイ、クワッタイ、やめろ。あちゃ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 。バレー、佐藤はエクスクエクスクエクスクヒドハリー。ガチョルバルチャルバル、これからどんどん。オッケー、あーレギュラー全然いいです。続けば、やった、俺も取った超加速。うわ、あ、あ、え、待って、もしも君じゃなかったら迷わず飛んで行くさ、俺の行く末は密かに愛する人はに忍べー。はい、ブーテン、あなた本当明らかにテンション変わるのね。出る出ないで、あなた全然違いますよ、あなた。あ、ミーが出てる。私、あ、俺じゃあミー調べるわ。はい、破壊神調べる。私破壊神破壊神じゃん。エグいね、あなた。あなた本当にミー高設定しさ今日よ。あ、ありがとうございます。あるんじゃない。さあ、僕は超加速持ってます。破壊神はボーナス当選時のレギュラーをして、だけどボーナスを引かなければ出てこない。だからボーナスを引かない限りこいつは一生あり続けます。とてもやりづらい、やめづらい。何やってんのさ、それだけ。めちゃ強ないやん、別に。強くないだろ全然、うん、大して強ない。でも一緒に調べられて嬉しかった。そうですね、はい、さあ超加速発動しました。こんなところで終わるわけないわよ。終わりません。よし、引くだけ。すごい出るわね、あなたたち。青文字サオリーちゃん絶対取る。転落体勢レベル2よ。続ける。よっしゃー、すごい、いい感じ。まだ当たってない、まだ当たってない、まだ。あー、パクパクか。滑った、外れろ。おっ、よく食べたよ、よく食べてた、よく空腹だった。あんた行きます。はい、ヒドラに引きました。あー、大チャンス。よーし、ビックレレギュラーオーダー。顔も震えてるで、こいつやばいね。おお、びっくりした。何やだったさ、こんなオーバーだ。ほら、退場です。退場です。でも今を生きているっていう感じがすごくする。騒がしい。おはようございます。バリのお客様にご配慮させていただきながらやっております。すごいテンション変わるこの方。すいません。こんなに楽しいの初めて。やっぱ出たら楽しいね。楽しい、本当に。毎回出てよ。さっきまで地獄みたいな雰囲気でさ。本当に。5連で480枚。レギュラー多くないですか。あなた。さすがに。あなたこの前の私になってる。私よりは多いけど。ダメだ、これじゃダメだ。ダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。持ってかれるわよ、本当に。よし、これ取った。引かった。よし、うまいこと行かせれてるよ。全部引いてますんでね、これもしっかりフラグをね。さあ、落としませんから、私失敗しませんからは米倉涼子。さすが映画化しました。落とすなよ、ラスト。リプレイ続け。あー、大丈夫、まだ落ちない。そう、まだ落ちてない、まだまだやれるよ、やれる。よし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 、まだ落ちてない、まだ落ちてない。粘り強い。乗るぞー。滑りました、外れろ。取ってる、裏ボタンを押さない。先輩欲しい。滑れ。よっしゃー、出ない。 OK、ビッグで。よし、ほら、いってんぞ。サリーちゃん、6連1000枚レベル2ですか。レベル2です。レベル2は転落率が 22.6 分の1。12分の1か22分の1か。
あと100で3なのよ。ここの超加速絶対取らなきゃ。田中さん、はい、あなたなら取れます。そうです、私ならやれます。あかんで。よし超加速続け。やばい、大丈夫、まだまだ落ちてない。人来た。おお、それは取ってるわ。今そのゲームで絶対いってる、いってる、いってる。よしよしよし、いいぞ。取ってる取ってる。それは確かにスロットの定義ってそういうもんやから。定義そういうもんや。いきます、いけます。もう一人、うわっ、うわっ、あららら、もう上手。うわ、よかった。ビッグがいいけどな。あ、ビッグだ多分。よかった、7回目よかった、いった。さあこれで田中さんはレベル3でしょ。はい、そうです。レベル3は転落率 27.9 分の1になりました。すごい絶妙。全然 27.9 分の1落ちないです。ただそこ関係ないで、僕レベル1のままなの。確かにレベル1のあとよくやってる。レベル1のままで赤子のくせによくやってるな。6連で超加速もあります。よし、落とさんかったらええねんかな。青文字滑ってます、外れてます、外れてません。ああ、裏ボタン押さないタイプだね。押さない、もう押さないよ。ああ、滑らないか。赤緑無言のていうかさ、一個いい、何やっぱさ、いいですね。いいですか、すごくいい。でかい、おめでとうございます。来てる7連目2人で3500枚出せばいいんですよね。いけますね。で、私ちなみに2000発は持ってるんですよ。わ、隠し持ってたの。隠し持っていたってことは3000枚ちょっと出せばいい。もうちょっとや。だから1500枚ずつってことは私1200枚持ってる。てか待って、これマジヤバくね、ヤバくねとか言ってギャルオーナー、あなた久しぶりに聞いたもん。この画面すっごい好きね、メープルちゃん。さっさとください。ま、強そう、これ V もあるじゃん。あー、お住まいにお知らせしたわけ。そんな先走りやめて。デュオラマ待ったかった。何を言うわ、早い。何やあんた、この人何を言うといてボソボソ先走り耐えてるの、この人本当に。先走りスマスの先走りです。あ、行きます。サリーちゃんしか勝たん。僕7連レベル2。うわー、ダメだ。うーん、次々大丈夫、3ですから。3は大丈夫。あー、もう取ってるね。それ取ってますね、うん、おしゃれだよね。まあ、今のがおしゃれかどうかちょっと分かんないですけど。熱い。よし、おったぜ。嘘でしょ。くー、あー、にするか、やばい。うわ、俺も終わってるかも。終わってる臭いですか。今のエースめちゃ強かったわね。うわ、待って、お願い。あれ、待って、俺まだ落ちてなかったかも。嘘でしょ。ほんましがみついてた。おう、だって何も引いてないもん。ほら、ね、やっぱレベル2こんな引っ張ることあんの。しかも演出めっちゃ静かやったのに。めっちゃいいや。行きましょう、行きましょう。まだ続いてたぜ。終わらないわよ。66ゲーム、田中さんも58ゲーム。引っ張りすぎよ。おっ、あー、なんだ、ダメか、なんだよ。おー、聞いてたよ。俺も行く。あー、レギュラーだけど全然いいです。頑張れ、本当に頑張って。ちょ、あ、こ、待って、あなた
あなたさ、ブスボタンがさ、あのビンタするみたいな、ちはやふるみたいになってた。ちはやふるいただきました。こんなにこんなに続くことあんの、内部おもろー。このタイレギュラーおもろいねんけど枚数少ないよ俺。レギュラー番組この可愛いんがデフォカってくらい出るわね。メープルちゃんさっさと頑張ろう。頑張りマンモス8連8点。よし、これはいった。おお、なんで 20%。 あなたすごく敏感。嬉しい。左乳首の方がより敏感です。4ゲーム目よし。これはあ、リプレイか。ラストゲーム、これは当たってます。当たってて続く。ありがとうございます。あなたもうピックでいいわよ。なんでやねん、敏感。なんでな、なんでな。俺ピック2回ぐらいしかしないよ、9連してんのに。まあ枚数は増えてないですけども、9連破壊を持ち、破壊を持ち、強いよ、かっこいいもん。破壊を持ち、でもなんか言い方の聞こえ的には太鼓持ちみたいな聞こえ方だから、かっこいい、かっこいい。破壊を持ち。さあ4ゲーム目取ります。 50%。 エロい、押さないの。あなたすごい顔が馬みたいだった。あなたの方がそうよ。馬なら、あなた馬並みとも言われます。破壊し、破壊を持ってたんで。よかったぜ、よかったです。よし、ずっと続いちゃう。10連目9連。9連、はい、俺の方が続いてんの。俺の方が続いてんのに1000枚で、あなた1400枚出てんの。いいじゃない、一緒よ、一緒一緒一緒よ。祝10連1134枚。そしてレベルはまた2です。うわ、いい音。13ゲーム目やばいな、私。うわ、ちょっと待って、これもう最後のラストチャンス。赤、よし、やばい、私これ決めなかったらまずい。11連目、すごい、絶対決める。めちゃくちゃ取ってる俺チャンスの今。ナイスビッグ、ビッグで嬉しい。悪い、体調に悪い。あなたセックスの時もそんなに声出すの。この前知ったじゃない。やめて気持ち悪い。はがゆい。でこれもう私完全に持ちメダルが1500枚超えました。ナイス、自身の目標としては達成。この画面めちゃくちゃその画面しかない、搭載されてない。てかデフォルト全然出ない。出まくる、デフォルトの方が出ないね。そうですね、なんか珍しい。11連まだいるね。そして1ゲーム目にスイカ、 OK で、な、すごい、すんごい、すごい、一斉のせ、あ、まだだった。まだだった俺。ダッサーい。ダメ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 。あなたも裏ボタン毎回押すから。すごい、ありがとうございます。あー、50ゲーム超えちゃった。あー、多分いないっすね。もうちょっとビッグに寄ってくれたらな。あとは田中さんに任せましょう。サリーちゃん、おれれれれ、あなた嘘でしょ。ここで拒否ドラメ引いた。これどうなるんですか。確認確認確認、僕らはすぐ確認しましょう。そう、田中さん調べました。はい、拒否ドラメは通常時
無限運営高確率は極み高確率です。後者だったらやばくないですか。後者だったら田中さんやべっす。初めて見た演出。あ、当たる。激アツ出てるよ。さあちょうど100ゲーム目、おそらく強飛ドラメからボーナスの可能性もある。あれちょっと待って、これマジでやばい。これ天使です。これはあ、はあ、絶対決めなきゃダメ。田中さんパワーもらっていいですか。わかりました。月ビーム。わわわ、何やってんの。返してくれ。いやほんまにやめてくれ。恥ずかしい、俺36やねん。やめてくれよ、恥ずかしい。終わった。いただきます。やめて、演技悪いです。あと7ゲームしかないんですよ、田中さん。全力で応援してます。よし、取ろう。取ります。69分の1引けばいいだけ。滑ってくれ、滑ってくれ。あ、赤かな思った。ヒドラメ引くだけ。ちょっと待って、絶対やって。滑れ滑れ、上がれ、取る。ラストゲーム行きます。3ヶ月目です、シーズンゼロ。まだ1回も勝っていません。これ取ったらおそらく勝ち確です。演出をこれ、演出なしヒドラメ。レギュラーなんかにしかもまた引いたええねん。さあ僕を終わってすぐ引いたんですが転落してたってことですね。レベル1からよーし、よう引けてるよ。いや強いね今の。はい、これはヒドラメ。落ちてた私は。うますぎる。じゃあ田中さんの代わりに僕が出します。クルリンパーン。はい、オッケー。レギュラーですあなた。本当にちょっと私枚数ちょっと確認します。今自分で2連で171枚。ヒドラメ、よし。さあこれはおそらく転落してなかったんで高確率出てきます。よし、取るだけ。ヒドラメが引けてる今。絶対取れ。続け。島田さんのマイナスと私の枚数あれしたら418枚マイナス。前回の660枚のマイナスがある。今2人の今日だけの収支やと今プラス1000枚ぐらいなんや。すごい絶妙。でもそんなちっちゃいプラスいりますか。いりますが、いりますが。違う違う、あの視聴者のプレゼントが。分かってるわよそんなこと。待って、このそしてこの残りの時間内で。あと30分。うわ、じゃあもう私もう行くしかないじゃない。僕はちょっとまだ連チャン中で破壊王も持ってますんで。どちらにせろ660枚のポイントをまくらなければならないから。いやそう、行くしかないのよ。とりあえず移動します。うん。いやもうここまで来たら引けるかどうかですよね。いや私どうしよう、私挑戦風にしようかな。川越店の店長さん、海お好きって書いていて、少しでも可能性が高いと信じてこの台にします。私挑戦風にします。さあ僕も80ゲームで多分、あもう落ちてるね。破壊を持ってるけども、これはおそらくやめた方がいいんですよ。僕も移動します。じゃあちょっともう時間ないんで、レギュラー確率が今ジャグラー全体見ました。ジャグラー全体見て一番いいのこれ171ビッグ285分の1、この5弱いきます。5弱に関してはこれあのボーナス確率も軽いんで他の騎士より。これで最後一花咲かせます。そして絶対プラスになります。
一応前回も一回もう一回確認しておくと、並びがだから2ヶ月連続で360人ぐらいだから3名様にプレゼントできます、はい、でプレゼントできるのはプラス1000ポイント以上で、プラス1000ポイントだったら1000ポイント分のクオカード、はい、ということで前回が660マイナスなんで1660以上だったらプレゼント確定ですよ、ね、そうです。僕から言っていいですか、はい、先に先に僕ちょっと産休使っちゃいまして、まあ、この辺りもねちょっと途中で話しましたけども、ちょっとなんかふわふわしたところが、まあ、若干あり大変申し訳ございません。そしてあそこの天使さえ射止めてたらもうたらればになっちゃいますけども、かえってレバニラ食べます。ソトシが1794枚の回収が最後、あの後ジャグラーで一番レギュラー確率がいい台打ったんですけども、レギュラーのみ回収1112発の、僕の結果がマイナス682枚なので、タナチュウさんが、プラス2200枚やったら勝ち、勝ちというか、まあ、あのプレゼントまで到達です。私が、投資がポイント644で回収が1789です。あ、ということは合計でプラス463枚やだ、初ちゃん、私この番組において初めて勝つことができました。ありがとうございます。本当に惜しかったね。いやしかもじゃあ2ヶ月連続ではマイナスやわ。だって660枚やから200枚ぐらいマイナス。わー、200枚ってことは俺最後だからあそこでやめ、まあまあ、まあ、でもあそこでやめるわけじゃいかない。いやでもあそこから攻めてかないとだったじゃないですか。いやもうそう、それはしゃあない。何言ったん最後。私は挑戦部無理、スーパーリッジ2回まあ仕方ない。俺がだからでも天使もそうですけど、お互いびっくり偏ってたらワンチャンありますよね。いやそうやね結構連チャンしたし、あと示唆結構出たやん。いや本当にあのまま打ち続けたらほんまに構成ってやった可能性もあるわけで。確かに。だから3ヶ月目にしてやっと、まあ、日直島だとタナッチュのこの掛け合いといいますか、この大選びといいますか、この番組の立ち回りがうまいことちょっと肩にはまったなって僕は感じましたね。はい、超前向きに考えればそうというところ で, というところで来月は来月お休みです。あ、そうなったさなんで休むのよ。あ、何が教えましょうか。今知ってるんですけど、一応僕はもう次、まあまあ僕は呼んでますんで、視聴者の方もね分かんないでしょ、誰やと思いますか。男性ですか。まあまあ男性か。男性そこ迷うの。いや、あなたの時は迷いますよね、言う時は。確かに、うん、同じ多様性実践ってこと。え、まあ誰本当に。え、でも私逆に知りたくないですそれ。あ、ほんま。まあまあ立ち回りは上手い人は呼んでますんで、ただ勝たんといて。あのその時で勝ちやったら俺立場なくなるし何のために呼ぶのよ。一応ホールは決まってんの。候補は決まってるみたいなんですけど、決まってたらここにテロップで出るわけね、ホール名が。だから僕がちょっといない分、来月再来月、はい、タナチュウさんよろしくお願いします。はい、わかりました。でも次回こそはプレゼントできるように、そう意気込みで頑張ります。結局ね、マルワンチャンネルドラゴン&タイガーシーズン0、ニャンニャンパラダイス戦、せーの、にゃんにゃんと。あんたは言わないのやっぱり。怖いね来月。誰だ。怖いね来月のゲスト。俺もちょっと緊張したもんね。え、マネーの虎に出てるような方。いやもうあのこの業界の方じゃないです。どこの業界の方なの。あ、どこの業界なの。電気屋。何電気屋マジでわけわかんない。いやすごい、それ楽しみにして。立ち回りうまいから。わかります。動画出るのはもしかしたら初めてかも。くらいの。ちょっと変わってるかもしれんけど、そこはうまいことやってるさん、楽しみの経験豊富やねん。わかりました。よくわかんないけど。皆さんもお楽しみに来月。え、まあ、誰なの？ゲストほんますごいんだよ。チャンネル登録、高評価、よろしく頼む。